パラグアイ。パラグアイ共和国、パラグアイ共、ウアー国、通称パラグアイは、南アメリカ中央南部に位置する共和制国家である。東と北東をブラジル、西と北西をボリビア、南と南西をアルゼンチンに囲まれている内陸国である。首都はアスンシオン。なお、パラグアイの国旗はデザインが表と裏とで異なる、パラグアイの国旗を参照。 正式名称はスペイン語で、レプーブリカデルパラグアイである。通称は、グアラニー語表記は、テタパラグアイである。通称は、公式の英語表記は、リパブリック・オブ・パラグアイ。日本語の表記は、パラグアイ共和国。同国の在日大使館が用いる、正式カタカナ表記はパラグアイ。日本では通常パラグアイ、パラグアイなどと表記され、漢字表記では、ともえへしゃげ系。 または、ともえらかいとなる。パラグアイ、パラグアイとはもともと、グアラニー語で、大きな川から、を意味する言葉であったという説が有力である。大きな川とは、パラナ川のことである。その他にも、鳥の冠を被った人々を意味するという説がある。もともとこの地には、グアラニー人をはじめとするトゥピグアラニー系のインディヘナ、諸集団が住んでいた。タワンティンスーユ、 インカ帝国の権威はこの地までは及ばなかったため、多く人々は原始的な共同体を築きながら生活していた。しかし、16世紀初頭以降、この地にもセバスティアン・カボットをはじめとするヨーロッパ人がラプラタ川を遡って渡来するようになる。1537年にブエンアイレからの探検隊により、アスンシオンが建設されるとスペイン領となった。この建設は、 ラプラタ側からアルトペルーへの陸路と存在すると思われた銀の山を探す他であり、かつポルトガルの領土拡張に対する防災建設のための遠征の結果だった。チャルーア人のようなラプラタ地域の狩猟、インディヘナとは違って、祖法とはいえ農耕を営んでいたグアラニー人は文化程度も高く、スペイン人との同盟により敵対していた他のインディヘナ対決することを決め、 スペイン人もこれを受け入れたので両者の間に交流が生まれ、根結者、メスティーソも発生していった。1617年に、アスンシオンを中心とする総督領から、ブエノスアイレスを中心とするラプラタ総督領、サンミゲルデ・トクマンを中心とするトクマン総督領が分離する。17世紀以降は、イエズス会宣教師による先住民への布教活動が、 農業活動なども含めて活発に展開された。現在も残るイエズス会不況所跡はこの時に建設されたものがほとんどである。イエズス会はブラジルのサンパウロからやってくるバンデーランチと呼ばれた奴隷商人への抵抗のためにグアラニー人に武装させた。ポルトガル人奴隷商人によって多くのグアラニー人が奴隷となってブラジルに連行されたもののこの軍隊はしばしば ポルトガル人を破って、スペイン植民地の辺境を防衛する役目を担った。ローマ教皇に直属し、以後スペイン王室や、副王の役人も、容易に口出しできなくなった、イエズス会の伝道地は、原始共産主義的な様相を帯び、自主自立の独立国家のような存在として、その後も他の地域のインディヘナが味わったような、新産には至らず100年近く平和に存在し続けた。 1750年代以降は、により、バンダオリエンタル、現在のウルグアイに、相当からグアラニー人が撤退してきた。その後すぐ1768年のスペイン王室の決定によるイエズス会の追放によりイエズスは、南米から撤退することが決まり、当時のグアラニー人たちは、スペインポルトガルの直轄支配下に置かれることとなった。 1776年にリオデラプラタ副王領がペルー副王領から分離されるが、その後もパラグアイはあまり大きな発展もしないまま、月日が流れていった。1810年5月25日、ブエノスアイレスにてが5月革命を起こし、ラプラタ副王領のスペインからの自治を宣言した際に、パラグアイ州はバンダオリエンタル、アルトペルー、コルドバなどと共に、 ブエノスアイレス主導の独立を認めず、マネル・ベルグラーの将軍のを撃退した1811年に共和国としてラテンアメリカで最初に正式に独立を宣言し、こうした混乱の中で国土の狭かったパラグアイは比較的早く国がまとまり、1814年にホセガスパル・ロドリゲスでフランシア博士が失政官に就任し、1816年には 終身失政官の職に就いた。農民の支持を基盤にしたフランシアの長期独裁体制下では政治的、経済的鎖国と土地の交流地化を進めた一方で、スペイン系白人の反乱を恐れたフランシアはグアラニーヒトとクリージョの集団結婚を政策的に推進した。フランシアの政治は逆らう者は容赦なく追放し、 処刑する恐怖政治に近いものであり、グアラニー人との根血や、その他諸々の要求を断った反対派の公助層は亡命したが、この時期の南米において、地理を除いたラテンアメリカ諸国が内戦を続けていたのとは、対照的に政治的には安定を保ち、義務教育が行われ、当時の旅行者がパラグアイでは盗みとも飢えた者も,もいなかったとの言葉を残すほどだった。 対外政策も成功し、1838年にはアルゼンチンのミシオネス州を併合する。1840年にフランシアが死亡すると政治的混乱が発生したが、1844年にフランシア博士の老いのカルロス・アントニオ・ロペスが初代パラグアイ大統領に就任することで国内情勢は再び安定した。カルロス・ロペスは前任者から続いた。 鎖国政策を解き、国家の保護のもとの解放政策に転じて、一躍パラグアイの近代化に取り掛かった。前任者の公有地化政策により、カルロス・ロッペスの時代には、国土の98%が公有地となっていたが、この土地制度を利用して、マテ茶やタバコなどを栽培し、保護貿易によって莫大な黒字を上げた。カルロス・ロッペスは、この貿易黒字を元手に、 鋳鉄や火宝を生産する工場を建設し、ヨーロッパに留学生を送り、1861年には、アスンシオンに鉄道が開通した。イギリスからの債務を負うことはなく、逆に、イギリス人の技術者を雇って国家に役立て、パラグアイは、ラテンアメリカで唯一対外債務を負っていない、国として自律的な発展を続けた。しかし、その知性の後半からは、アルゼンチン、 ブラジルからの圧力と内政干渉が激しいものになり、大事には至らなかったものの、ウルグアイの大戦争中に、ラプラタ川の封鎖をめぐって、リトラル三州の反ロサス運動を支援していたことによって、アルゼンチンの独裁者、フアンマヌエルデロサスの軍と戦争したこともあり、こうした害圧を脅威に思って、南米で最も強大な軍隊を組織した。1862年に、 カルロス・ロペスが死に、長男のフランシスコ・ソラーノ・ロペス元帥が後を継いで、大統領になると、1864年にブラジルとアルゼンチンの内政干渉に悩むウルグアイのブランコ党政権下救援を求められたことをきっかけに、ソラノ・ロペスはパラグアイと似たような立場で悩むウルグアイの救援を決意した。ロペスはブラジル領内に侵攻し、 ラテンアメリカで最も生産な戦争となった三国同盟戦争が始まった。この時ロペスはアルゼンチンの反体制派の首領らの協力を得ることができず、アルゼンチンとウルグアイを味方につけること失敗することとなった。そしてさらに、かねてからパラグアイの発展を好ましく思っていなかったイギリス資本の支援を受け、ブラジル、アルゼンチン、ウルグアイが三国同盟を結ぶと、 同盟軍はパラグアイに侵攻した。味方から攻められたパラグアイ軍は全滅するまで勇敢に戦い、アメリカ合衆国の講師がその勇気と愛国心を褒め叩いたほどであった。途中でアルゼンチン北西部でロペスに共感したカウディジョノが反乱を起こすと、その鎮圧のためにアルゼンチン軍が離脱し、 同国でが大統領を辞任したことによって、付き合いで参戦していたウルグアイ軍が離脱するという事態も起きたが、ブラジル軍は追撃を重ね、1870年3月、パラグアイ人の一団を率いて敗走中のロペス大統領は戦死し、パラグアイの敗北をもって、この戦争は終結した。パラグアイは、ブラジルとアルゼンチンに、国土の4分の1に当たる14万キロメートルを、 活上し、開戦前の52万人、の人口は21万人にまで減少した。成人男性に至っては3分の2以上、9割とも、いわれるを失った。さらに敗戦とともに、イギリスから借款が押し付けられ、パラグアイが誇った、公有地を中心とした土地制度は、アルゼンチン人などによっい取られ、この国でも他のラテンアメリカ諸国と同じように、大土地所有制が確立した。 こうしてパラグアイは国民のみならず、国土、関税率、工場、経済的独立のすべてを失い、これ以後50年にわたり国政は停滞し、現在に至るまで傷跡は残っている。アルゼンチンとブラジル、特に経済的には、前者の、政治的には、後者の衛星国として再スタートしたパラグアイだったが、戦争の代償はあまりにも大きかった。 1879年にはアルゼンチン軍が撤退し、1880年代にはとコロラド島が設立されたが、不正選挙が横行し、民主主義からはほど遠い状態にあった。軍事独裁政権の下で人口を補うために移民が導入され、スイス、ドイツ、イタリアなどから農業移民がやってきたが、その数は周辺国と比べるとはるかに少なかった。 その後20世紀に入ると自由党政権のもとで多少なりとも改革が行われたが政情は未だに不安定なまま大量な石油の埋蔵があると仮説が立てられたグランチャコ地方をめぐって次第にボリビアとの対立が大きくなっていった1932年ボリビアがパラグアイに奇襲攻撃しチャコ戦争が始まったパラグアイ軍は 貧弱な装備ながらも過労じてこの戦いに勝利し、1938年のブエノスイアレス講和条約では、植民地時代からチャカスとアスンシオンの間で争われていた広大なグランチャコ地方の領有権を獲得する。しかし、この戦争による経済的な打撃と4万人にも及ぶ死者は社会を疲弊させ、その後、社会改革を求めて、 社会主義や国家社会主義を掲げた軍人が政治を動かしていくことになった。また、こうして生まれた政権はナショナリズムを商用し、1936年にパラグアイ共産党などと結んで大統領になっていたチャコ戦争の英雄大佐によってフランシスコ・ソラーノ・ロペスの完全な名誉回復がなされた。しかし、フランコの求心的すぎる改革は加藤支配層に嫌われ、 1937年には1年、足らずで追放された。フランコの後は、チャコ戦争の英雄エスティガリビア将軍が後を継ぎ、1940年にエスティガリビアが自己死すると将軍は、第二次世界大戦を連合国側で参戦して乗り切ったが、民主化の要求のために、部分的に民主主義的な改革を余儀なくされた。しかし、 こうした政策は二月党とコロラド党の対立を招き、ついには1947年に内戦に至って、結局軍は内戦に勝利したものの、パグアイ内戦、20万人以上のパラグアイ人が国外に亡命することになった。その後大統領になったが政権を握り混乱を収めたが、不安ペロンの影響を受けた経済政策への批判に対応を誤り、軍部からのクーデターでチャベスは追放された。 1954年に、ブラジル軍の後押しを受けたクーデターによりチャベスは追放され、アルフレド・ストロエスネル政権が誕生し、以後30年以上や、ブラジル的独裁政権が続いた。軍とコロラド島を掌握して、長期政権を可能にしたストロエスネルは、治安を回復し、経済も成長したものの、一方で少数民族となっていた、インディヘナの虐殺。 反政府運動の弾圧などを重ね、一時はアメリカ合衆国からも経済制裁を受けた。ストロエスネルの時代に独裁体制は完成したが、1989年2月、突如としてストロエスネルの復讐だった将軍が決起、チリ以外の周辺国の民政移管が完了した後も、権力を握っていたストロエスネルが紫外線を終えた後、失脚し、ブラジルに追放された。 こうして35年に及んだラテンアメリカでも稀に見る長期独裁は終わった。ロドリゲス将軍が臨時大統領になると、ロドリゲス将軍はそれまでの路線を改めて民主化政策をとった。こうして1993年5月にはが大統領就任。パラグアイに39年ぶりに文民大統領が誕生したが、パラグアイの民主主義は前途多難であった。 1996年4月、軍の政治力を削ぐために、大統領は、軍の実力者で軍部の政治介入を抗言して、はばからない、を解任し、6月には、オビエドが逮捕されたが、1998年8月には、オビエド派である、大統領が就任し、同月大統領権限で、オビエドを釈放した。釈放されたオビエドは、暗躍を重ね、 1999年3月23日、副大統領がオビエド派によって暗殺されたとみられる事件が発生し、オビエドとクーバス大統領が亡命した。この後を受けて、同月、大統領が就任するも、2000年5月にはまたも、クーデター未遂事件が発生した。その後2003年4月に、ニカノル・ドゥアルテ・フルートス大統領が就任した。 2008年4月に大統領選挙が行われ、野党連合の進歩派、フェルナンドルゴが与党コロラド党の元陸軍司令官を破り、当選した。開票率92%の段階で、ルゴ4 0 83%、オベラル30.71%、オビエド21.98%。ルゴの選挙母体 APC は、中道右派の自民党と、 サハ連合が同盟を結んでいる。1947年から、軍政時代も含めて61年間続いた、コロラド島の支配は終わった。2012年6月には、フェルナンドルゴへの議会による弾劾により、大統領職を追われた。これは、ルゴシ支持者からはクーデターであると、非難されている。同時に副大統領であった新生急進自由党の、 フェデリコ・フランコが大統領に昇格。そして、2013年4月に行われた大統領選挙では、オラシオカルテスが勝利し、再び右翼政党であるコロラド党支配の時代へと回帰した。国家元首である大統領は、行政府の長として、実権を有する。任期は5年。再選禁止とされているが、2013年から、 大統領職にあるオラシオカルテスは2018年の大統領選挙に向けて再選を可能とす憲法改正手続きを進めている。選挙は大統領候補と副大統領候補がそれぞれペアとなり立候補し国民は直接選挙により数組の中から一組を選出する。大統領が死亡や罷免によりかける場合は副大統領が大統領に昇格し、 残りの任期を務める。首相職はなく、大統領が閣議を主催する。議会は、両院制。上院は、全45議席を全国区で選出。大議員下院、会員は、全80議席を県単位の18選挙区に分けて、選出する。両院とも議員の任期は5年で、大統領選挙と同じ日に選挙が行われる。前回投票は2013年4月21日に、 行われ、政党別の獲得議席数は以下の通り。伝統的に、パラグアイの国政史上ほとんど機関が、かつてシモンボリーバルが語ったように独裁か無政府状態のどちらかの状態であったが、ストロエスネルの失脚以降は多少風向きも変わってきているようである。しかし、それでも依然として、軍の政治力は強く、問題になっている。 パラグアイ大統領は、パラグアイ軍の最高司令官を兼任する。兵員は、約2万人。徴兵制、15から49歳が敷かれており、男性の国民は、兵役の義務を有する。西部グランチャコのに、アメリカ空軍の基地が存在する。国防予算、2000年、8300万ドル。一人頭15ドル。パラグアイ陸軍。兵員は15000人。 国内の治安維持や災害救助などの任務が多い。パラグアイ海軍。兵員は3600人。海軍は国境の川の防備が任務である。パラグアイ空軍。兵員は1700人。規模、可動機ともに多くない。メルコスウル加盟国の一カ国で、ブラジルやアルゼンチン、ウルグアイなどの近隣諸国と友好関係を維持している。 20世紀前半には背後にイギリス資本を抱えたアルゼンチンの20世紀後半からは背後にアメリカ資本を抱えたブラジルの影響を強く受けてきた。2005年5月からグランチャコノにアメリカ空軍が駐留しており、これはボリビアのサンタクルス県の自治運動にアメリカ合衆国が介入するためだとみなされているため、この駐留アメリカ軍の存在は 近隣諸国との間での外交問題となっている。ストロエスネル政権時代の反共産主義政策が大政崩壊後も続き、南米で唯一中華民国と国交を有しているが、近年は経済面から中華人民共和国との国交樹立を検討しているとも言われる。中華民国の承認国の中では面積規模で最大である人口規模だとグアテマラが最大となる。 1937年に日系人が初めて移民として入植して以来日系パラグアイ人の貢献が高く評価されて伝統的に友好関係が続き日本は非常に高い評価を受けている日本人日系人約7000人が住んでおり2007年には移住70周年記念祭典が催された1959年に締結された 日本国の国策による移住協定は1989年に効力が無期限延長に改定され8万5000人の日本人移住者が受け入れ可能となっている。なお、1976年以来2004年を除き日本が最大の援助国である。1993年にパラグアイ人によって創設された日本学校、日本学校がある。経済面では 日本の矢崎創業、常石造船、住友伝装など製造業が進出している。パラグアイの国内市場は小さいが、人件費が安い上、簡素な税制、メルコスール、南米南部共同市場により、ブジル、アルゼンチンに原則として、無関税で輸出できるといった利点がある。中南米で、左派政権が増えた2000年代において、鉱物、エネルギー資源が乏しいパラグアイは、 外資誘致により経済成長を売る政策を選んだことも背景にある。2011年3月11日の東日本大震災後に日本人移民農家を中心に100万兆豆腐プロジェクトとして100万兆分の原料の大豆製造加工費を日本へ支援した。また東日本大震災に伴う福島第一原子力発電所事故を理由にパラグアイに移住する。 日本人が増えている。パラグアイの地方行政は、首都と17の県、デパートメントストに区分される。括弧内は、県庁所在地。主要な都市は、アスンシオン、首都、シューダーデルエステがある。パラグアイは、パラグアイ側によって、東西に、東、パラグアイ、パラグアイオリエンタルと、西パラグアイ、オキシュデンタルパラグアイ、または、チャコと呼ばれる地域に分かれる。 東部は国土の40%、人口の97%近くを有し、丘陵と平原が交錯する地形で、森林と肥沃な大地からなり、アマンバイ山脈がブラジルとの国境を形成している。西部は極めて人口が過疎であり、乾燥したソリン地帯やアルゼンチンとの国境を流れるピルコマヨ、川流域の湿地帯からなる。川沿いには北欧系やロシアの入植者や、 先住民が住み、チャコ地域全体でも総人口は10万人程度である。南西はパラナ川が国境線となり、この川でブラジルといたいプーダムを共有している。このダムは現在のところ水力発電をする世界最大のダムであり、パラグアイの電力需要のほぼ全てを賄っている。また、ジャスレタダムがもう一つ、パラナ川にあり、こちらはアルゼンチンと共有している。 パラグアイは現在のところ世界で最も多く電力を輸出している国である。森林面積は約780万ヘクタールで国土の20%を占める。欠片の気候区分によると気候は亜熱帯から温帯となり、東部の降水量は多いが、国西部はほとんど雨が降らないこともある。メルコスール、南米共同体の加盟国である。 2008年の経済成長率は5.8%で農業が10.5%と高い。農業は GDP の27%、輸出の84%を占める。しかし、天候や市況に左右されることが人口の4割に達する貧困層を生み出している。パラグアイは内陸国でありながらもパラグアイ側とパラナ側を通して大西洋に出ることができるが、 貿易の大部分 GDP の38%を隣国ブラジルとアルゼンチンとの交易に頼っている。両国およびウルグアイとの協定により、パラグアイは各国に自由港を持つ。パラグアイはブラジル、アルゼンチン、ボリビア人による辺境部の土地購入を除き、基本的に外国人による土地保有は自由である。しかし、規制の動きも出てきた。エネルギー 水力発電99.9%、2002年時点、イタイプーダム、ブラジルとの共同開発、ジャスレタダム、アルゼンチンとの共同開発。2008年8月に発足した、ルゴ政権は、2010年7月12日、民間部門の月額法定最低賃金を7%、上げて317ドルにする法令を出した。同国の労働組合は、 最低賃金の10%引き上げを求めて政府と交渉しいた。企業家団体は賃上げは生産コストを引き上げ雇用を困難にすると反対している。パラグアイは経済的に不平等で貧しい国家であり、約4割の国民が貧困にあえいでいると見積もられている。農村部では41.2%が、都市部では27.6%が最低限の 基本的なニーズを満たすための収入を得ることができない。上位10%の人間が国府の43%を牛耳るが、下位10%の人間はわずかに0.5%に過ぎない。景気の後退は、こうした状況をさらに悪化させ、1995年に0.56だった、辞任係数は1999年には0.66に上昇した。 10%の人口が国土の66%を所有し、その一方地方の人口の30%は土地を持っていない。この不平等さはエリートと土地なし農民の間に強い緊張状態をもたらしている。隣国のブラジルやアルゼンチンへ出稼ぎに行く人も少なくない。メルコスール加盟国の一つであるパラグアイの産業で最も重要な働きを しているのは農業であり、パラグアイは世界でも3番目の大豆輸出国である。輸出品目は大豆、小麦、農畜、電力が主。近年は甘味料や健康食品、化粧品の原料として知られるステビア生産にも力を入れている。パラグアイの工業は全く未開発の状態にある。長年にわたり、国小規模な鉄鋼床を除けば、パラグアイには、 鉱物資源がほとんど存在しないと考えられてきた。鉄鉱石の採掘は古くは三国同盟戦争以前から続いていたが、1990年に至っても工業セクターはパラグアイの GDP のわずか0.5%を占めるに過ぎなかった。状況が変わったのは南西部のエンカルナシオンで埋蔵量3億トンに達する鉄鉱床が見つかった1990年代からである。 しかしながら品位が35%と低いため、パラグアイの工業を活性化するには至っていない。近年、チャコ地方での油田の開発計画が浮かび上がっている。木材生産は、農牧地の拡大に伴い年々増加しているが、利用される樹種はラパチョなど10種類程度しかなく、残りの樹種は焼却処分されている。利用される樹種においても加工用として使用されるのは、1。 3に過ぎず、2、3は燃料や農牧用として使用されている。また林業関連加工企業も数えるほどしか存在せず、木材乾燥技術や製材技術などは育成が不十分である。パラグアイ国民の90%以上が日本人と同じモンゴロイド系であるグアラニーヒトなどのインディヘナの地が強い、スペイン人との間の根血メスティーソである。 これは、征服当初この地に住んでいたグアラニー人が、やってきたスペイン人と同盟して、他のインディヘナを打ち破る過程で両者が、積極的に根結を受け入れたこと、その後やってきたイエズス会の伝道師が、グアラニー人を強化する過程で、グアラニー文化が伝承、保存されたこと、イエズス会が追放された後も、パラグアイでは、都市が育たず、他のラテンアメリカ植民地と比較して、 クリオ女子配送があまり強力な存在にならなかったこと、1811年にブエノスアイレス主導の独立を拒否し、独自の国家として独立した後は、パラグアイの初代国家元首フランシア博士が政策的に異人士官の通行を推奨、強制し、その際に抵抗勢力になりそうなクリオ女はほとんど追放してしまったためである。 そのため現在のパラグアイ人はグアラに命を引くことを誇りに思っていて小柄でアジア的な風貌の人も少なくない移民としてはドイツ人、イタリア人、スペイン人、日本人、中国人、アラブ人などがいるが社会に及ぼす影響としてはブラジル人とアルゼンチン人の2集団の存在が最も大きい三国同盟戦争直前に 約52万人と推定されているパラグアイの人口は戦争終結後約21万人にまで減少した。その後1946年推計で約122万人、1962年センサスで185万1890人、1972年センサスで235万7955人、1983年年を推計で、 約347万人となった。国民の大部分がカトリック教徒である影響で母体に生命の危機が迫っている状態を例外として人口に新中絶は認められていない。スペイン語、グアラニー語が公用語であり、94%の国民はグアラニー語を話すことができ、スペイン語も75%の国民によって話されている。また、 全人口の2.5%ほどにあたる16万人がドイツ語を話す。宗教はローマカトリックが90%だが、メノニータ、末日聖徒、イエス・キリスト教会、モルモン教なども存在する。宗教選択は自由である。2003年の推計によれば、15歳以上の国民の識字率は94%である。主な高等教育機関としては、 国立アスンシオン大学1889年などが挙げられる。スペイン人の父とグアラニー人の母を祖先に持つ者が現在のパラグアイ国民の大多数であり、それゆえパラグアイの文化はこの二つの文化と伝統を根に持つ。現在のパラグアイ人の80%以上が両言語のバイリンガルである。パラグアイ人にも近隣諸国の国民と同様に、 マテ茶を飲む習慣があるが、パラグアイ人は、好んでテレレを飲む。肉食の傾向が強い、パラグアイ人は血圧を下げるためや、ビタミンの補給、発汗作用のためにも飲んでいる。マテ茶は、グアラニい,い人から受け継がれてきた飲み物であるが、テレレそのものは、茶子戦争の頃に生まれたようである。また、万丈果と呼ばれる芋や、万丈果を原料にした、チッパというパンを食べる習慣がある。 パラグアイ出身の著名な作家としては、ガブリエル・カサクシアや、何時、人の子よ、1960、思考の存在たるあまりは、1974? で、1989年に、セルバンテス賞を受賞した、アウグストロア・バトスの名が挙げられる。グアラニアと呼ばれるアルパを使ったフォルクローレが、盛んであり、他のラテン音楽によくあるような、アフリカ的な要素は、 あまり感じられない哀愁を帯びた曲調が特徴的である。著名な音楽家としてはフェリックス・ペレス・カルドーソやアパリシオ・ゴンサレスが有名である。日本でもルシア・シオミツ、アゲマツ・ミカなどがプロのアルパ奏者として活躍している。パラグアイ国内にはユネスコの世界遺産リストに登録された文化遺産として1993年に 登録されたラサンティシマトリニターデパラナとヘスースで、タバランゲのイエズスカイデン道場が存在する。2010年現在では国内唯一の世界遺産である。アルゼンチン、ブラジル、ブルグアイといった強国が周囲にあることから予想できるように、やはりパラグアイでもサッカーは国民的スポーツとなっており、パラグアイ代表はやはりグアラニー人にちなんでグアラニーと呼ばれている。 1906年にリーガ・パラグアージャが創設され、主なプロクラブとしては、オリンピア・アスンシオン、セロポルテーニョ、クラブ、グアラニーなどが挙げられる。5おさむき